はい、こんにちは。退職金に課税をされることもびっくりなんですけども、以前お話にあったね、車の走った距離に対しても課税するみたいですよ。あの、タクシーとかどうするんですかねいわゆる流しってやつぐる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 走り回ってお客さんを見つけるたんびに、まあ、費用が膨らんでしまうんだったら、タクシーの価格もなんか上がりそうですよね。こういった意味のないね、 あの、課税ってのは、なんでこう思いついちゃうんでしょうね。うん。やっぱり課税をして人からむしり取る。まあ、そういったことに対して、人の抵抗力奪ったりとかね。自分の支配権を拡充したいんでしょうかあ。政府の税制調査会は26日の総会で、電気自動車の本格普及を見据えた自動車税制の見直しに着手した。あのさ、だったら電気自動車って広めないでくれる。<laughs> えー、燃費性能の向上などでガソリン税の減収が続く。燃費が良くなっていいことじゃないですか。燃費が良くなって消費者の負担が減った分ガソリン税で取られるんだったら別に燃費悪くていいよって話になっちゃいますよね。えー、道路の維持、これを賄う代替財源の確保に向け走行距離に応じた課税などを検討すると。まあ、一生検討しとけと。ね。検討、検討、検討加速。ね。検討して実行しないでいいですよ、こういうのは。 財務省は2023年度の税制調査会で、えー、将来に向けた課題として走行距離に応じた課税の検討を深めたい考えだと。あの、財務省の勤務日数に応じて課税するってのはどうですかね財務省職員が1日働くたびに職員の給料から10%ずつ転引きみたいなね。まずはね、身を切る改革じゃないけども、自らに課税してから言えって話ですよ。でしょで、私たちは、 税制ができちゃうと抵抗できないわけですから。言ってみればね、これはね、制度という暴力ですよ。で、私たちの暮らしをこっぴどくするためにね、国民負担率を上げていくと。本当に困ったもんですね。どれだけテクノロジーが進化して、民間が頑張っても、その分だけ搾取されるんだったらね、もうやっていけないですよね。政府、走行距離に応じた課税を検討へ。そのうち、課税された人に対して、課税課税ってのもあるんじゃないですか あなたは昨年税金を所得の60%払ったんで、それに対して30%課税しますみたいなね。もうね、真っ向からね、あのー、二重課税、三重課税をもうやることに躊躇がないような、そんな自民党になってきましたね。終わってますね。いってらっしゃい。